皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。本日はババン、何の日でしょう。2019年4月10日本日は何の日でしょう。カッチカッチカッチといったところで、皆様にとっては何の変哲もない、普通の一日かと思います。今年の4月10日は水曜日なので、学生さんとか、ね、社会人の方にとっては本当にもう、ね、何の変哲もない超土平日超中日だと思うんですけれども、僕にとってはね、ちょっとこの4月10日というのは少し特別な日というか、少しこの思いのある日でございまして、ちょっとこの4月10日を迎えるにあたって思うこととかを、感じることとかをですね、つらつらお話しさせていただけたら、嬉しいなと。なんか突然ですけれども、皆さんがさ、その年上の方々と話をしているとき、接するときに、このおっさんまた同じ話をしてるでって思ったことはありませんでしょうか。もうこの話もう10回聞いたよ、もうこの話100回聞いたよっていう思ったこと僕も全然あるんです、全然あるんですけども、皆さんも少なからずそういうのがあるかと思います。自分のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、親戚のおじさんおばさんとかね、友達のおじさんお母さんとか、もう本当年上の方がほぼほぼだと思うんですけども、年下の方々と話をしててもそういうときまあまあちょこちょこあると思います。それなんでかっていうとね、僕が思うになんですけれども、やっぱこうすごいこのいろんなことが起こるわけなんですよ、日常って僕その35歳なんですけど、人生規模で見ればさ、その35なんてまだまだ全然これからで、まだ若い方じゃないですか。けどこのね、ちっちゃい子のね、短い35年っていう間もね、まあもうね、十分にもいろんなことがあって、もうどっかんどっかん自分のこの身に降りかかってくるわけなんですよ。で、そのこのね、組み合わせというか、噛み合わせとかがもうめちゃくちゃ面白くてさ、本当にもうたまにこう、もう映画見てたなと、もう小説見てたなとか、もう誰かが書いた見てたなとか、もう一つの物語だな、これはって思うときはもう多々あるわけなんですよね。そんな一つ一つの経験をやっぱりこうね、ちょっとこんなことがあったんで、聞いて聞いてっていう感じで話したい気持ちもあるし、これは忘れたくないから、何回もこう、ね、話をして伝えたいなっていう、ね、その反芻したい思いもあるし、まあ、そういったこともあって、その皆さんにこう伝えたい話をしたりとかして、そのね、自分と、なんかこの思いとこの反芻したりとかするときがあると思うんですけども、まあ、そんなことで、皆さんやっぱりいろんな話をね、同じ話を皆さんにしてしまうのかなと思います。その自分だけの物語、自分だけのストーリーを。そんな、ストーリーを僕もたくさん持っておりまして、35年という短い時間ですけれども、で、その話をするのにあたってね、なんか4月10日っていうのは僕の中ですごいこのね、ちょうどなんかこう話しやすいと言ったらあれですけども、ちょうど一番この思いに乗っかる日でございまして、ギターに役立つ話とかは全く出てこないんですけども、まあ、お茶でも飲みながら、お酒でも飲みながら、のほほんと、聞いていただけますと幸いです。若い方、10代の方、学生さんとかね、は特に、大人になってもなんかこんないろんなことがあるんだな、みたいな感じで、年を重ねるのを楽しみにしていただけるような、なるような、動画になれば幸いでございます。あんま関係ないけどさ、その、10代の頃、中高生の頃とかさにとってさ、その35歳ってむちゃくちゃ大人に感じるじゃないですか。僕も18歳とかね、17歳とかね、中高生の頃とかってもうね、20歳とか30とか35とかって、もうめためた大人に感じてましたし、もうすごい性格も変わってさ、その人間的にも変わって、価値観とかも変わってさ、もうすごいこの精神的な成長とかなんかいろいろあるかと思ってたんですけども、まあぶっちゃけ大して変わんないんですよね。高校生の時から。これ40の方、50の方、60の方と話をしてても全く同じことを言われるので、多分ね、年をどんだけ重ねてもあんま変わんないんでしょうね。僕はもう高校生の頃から全然マインドが変わったんですけれども、多分変わんないんでしょうね。でもそんな変わらない中でもね、そのね、こんな変化があるよという話をさせていただこうかなと思いますが、これでも男性だけなのかな、女性の方はどうなんですかね。よかったらちょっとコメントしてみてくださいませ。男性の方はなんか分かるってなると思うんですけども、女性の方はどうなんだろう、変わってくるのかな。少なくとも僕はもう高校生とか中学生ぐらいの時の気持ちから何も変わってない感じですね。自慢じゃないですけども。まあちょっと前置きが長くなりましたけれども、その4月10日、何の日かと言いますと、2年前、2017年の4月10日に、僕のすごいこのお世話になった大事な人が亡くなってしまったんですよ。本当にもう僕の人生の中で結構トップクラスにその影響をいただいた方で、まあ、細かいこと言えばさ、その高崎明に影響されてギター頑張ったとかさ、ね、お母さんがいらっしゃったからこのように生まれたとか、まあ、そういったのありますけど、そういうのをまあこう、ね、バッと、フラットに見たときに、もうこの人は人生の中で欠かせないなって思える人もトップクラス、トップ1、2の人です。で、どう影響があったかというと、
その人がいなかったらギターの先生っていう職業をやってなかったっていう話なんですよ。ギター教室とかギター講師とかやってなかったですし、つまりこう YouTube とかもやってなかったと思いますし、Twitter とか Facebook とかそういったのもやってなかったかもしれない、動画配信も ね、やってたかもしれないですけども、別の形だったでしょう。まあ今ありがたいことにね、チャンネルの方もそろそろ19万人になってきて、Twitter のフォロワーさんとかもたくさん増えてきて、まあ、いろんな人にこの知ってもらうきっかけとか増えてきてはいるんですけども、僕のことを知っている8割9割の人はやっぱりこのギターの先生っていうイメージかと思います。まあそのね、CD とか出してるけどね、CD とか自費出版ですし、普通にその全国で求められるものって言ったら、まあその iTunes ストアの音源か、あとはその教則本とかさらね、そのエレキギターとかアコギとかの教則本とか雑誌とか、あのギター雑誌とかだったりするので、まあアーティスト活動というよりもどっちかというとその先生活動の方がまあね、あの多いから、まあそれはそうなんですけども、でもさ、それをさ、ね、ギターの先生をやってなかったら、始めてなかったら、その人が教えてくれなかったら、もうそういったものは全部なかったかもしれないし、僕が19だか20歳の時に、その人が楽器屋さんをやると、足元という場所に楽器屋さんを出すんだと。で、それでいいっすねなんて言ってたんですけども、そこの楽器屋さんでギターの先生やらないと、音楽教室を始めるんだけども、ギターの先生やらないって誘ってもらったのが、まあ、僕のギターの先生ライブの、一番最初というか、その始まり。でございました。その一言がなかったら、まあ、今のこの形では全然大きなもの、大きく変わってたと思うんですけども、でそこからね、そのギター教室を始めました、YouTube の動画配信とかも始めました。でメールマガとかも書き始めました。教則本出しました。でその後にこの SNS、Twitter とか始めました。 Facebook とかも始めました。自分で教則 DVD とか自費出版始めました。アーティスト活動始めました。ライブをやりました。なんか CD 作りましたみたいな感じでどんどん繋がっていくわけなんですけども、そのきっかけみたいなものがなかったらね、今の形は全然違うものになってたわけで、まあ、そう考えると本当に人生というのは面白いものだなと思ったりとかします。20歳から始めて25ぐらいまで、まあ、アルバイトとかしながらギターの先生やってて、で、まあ、その辺から、まあ、そのギター教室だったりとか、その雑誌の、雑誌というかその本とかの執筆だったりとか、まあ、そういったものとかで、だんだん、なんか生活的になってきて、で、まあ、YouTube とかもね、なんかうまい具合にまとまってきて、まあ、今の生活があるわけなんですけれども、それを19だか20からか始めて、32まで続けてたのかな、32ぐらいまで、33かな。まあ、17年間、ずっとこうやってたわけなんですけれども、13年目あたりに、なんかこう、このままだとその成長できないなって思った時があったんですよね。33ですね。13年間、33ですね。このままそのギター教室とか、ね、その YouTube とか、ね、そのライブとか続けてて、まあ、全然大丈夫っちゃ大丈夫だけども、なんかこのままだとその自分 の, その精神的な成長とかその技術的な成長ってないような気がすると思って、なんかちょっと一回やめようって思った時期があったんですよ。で、その時の楽器屋さん、なんだろうな、あの本当にもうこう言ったらまあちょっと語弊があるんですけども、でも本当事実として、あのそのお店自体がその、ね、ギター教室、まあ、つまり僕の生徒さんの数で持っているようなものであって、その僕が抜けるイコール、もう本当にもう結構もう破綻のなんか可能性を示唆するみたいな感じだったんですよ。なんで、まあ、いろいろとね、あの相談させてもらって、ちょっと辞めるの厳しいかもしれないなと思ったんですけれども、まあ、そういう話をしたら、その方はやっぱり、なんだろうな、その、なんて言うんだろう、その足止めをするわけでもなく、なんかわがまま言うわけでもなく、ああ、でも滝沢が辞めたらすげえ困るけれども、でもまあ滝沢がそうしたいって言ったらまあしょうがねえっていうことで、すごい快く引き受けてくれて、で、まあね、いきなりすぐ辞めるっていうのは難しいからね、ちょっと時間をかけて、ちょっと調整をしながら、その退職の方向に向けていこうっていうようなね、話の流れで、まあそんな感じでね、ちょっとその、なんだろうな、ちょっと時間かかったりとかする時もあるけれどもね、なんかこうしたい、ああしたいって言えば、なんかそれに合わせてくれるような、そういった懐の広い方でした。でも、それがね、その僕の退職よりもまさか、ね、本当にその方が亡くなってしまうなんて全然思いもよらなかったからさ、そんな方辞めるとか言ってる場合じゃねえみたいな感じで、ちょっとまた僕のそのね、人生の修正をね、するわけなんですけれども。で、その、
方が亡くなってから、まあ、丸2年が経つわけなんですけども、この2年間もね、その本当にもうすごい、もうむちゃくちゃ大きな変化があって、なんだろうな、うん、ちょっとその方がうんたらってわけじゃなくて、その方が亡くなってからの僕のこの2年間という話になってしまうんですけども、その2016年に辞めたいという話をして、でそれにこう段取りをしてて、そしたらその2017年の4月にその方が亡くなってしまって、辞めるとは言ってる場合じゃねえぞと。で、まあ、一応そのアフタービートっていうそのお店をね、立て直すってわけじゃないけどね、そのいろいろこう、ね、手伝うという方向をね、そうやってたわけなんですけども、まあ、どっかしらでその、ね、ちょっとこれ厳しいぞと、ちょっとこれやってらんねえぞと、ちょっとこれ無理だなっていうのがやっぱりこうね、ちょこちょこ出てきまして、で、まあ、なんだかんだその2017年の年内中にその辞めるっていう話を、してたわけなんですよ。話がまとまったわけなんですよ。で、その2017年中に、実際にその退職をするちょっと前に、この場所の、オーナーさんというか、この場所をやってた人が、僕に話を持ってきて、ちょっとさっきさ、実はこのお店辞めようと思うんだよねみたいな話をしてて、びっくりみたいな。まあ、一応その方いわくね、そのお世話になってた人とかね、たくさん遊びに来てくれた人とかね、使ってくれた人には一応一人一人その挨拶をして回ってるけれども、なんかこうね、今までありがとうねみたいな、なんかその話だったんです。で、まあ、それを聞いてね、それはびっくりというか、まあ、うん、びっくりだけど困るな、びっくりというか、まあ、困るななんていう話をしたんですけども、で、まあ、そこから1週間経って、まあ、バシッと、じゃあもう俺がやろうというふうに決めて、今のこの生活があるわけなんですけども、面白いもんですよね。2017年中にそのギターの先生を辞めようと、アフタービートという楽器店から、退職をしようって決めてなかったら、多分ここの店は絶対やってないはずなんですよ。でもその退職のタイミングとね、ここのお店のタイミングがなんか謎に絡まってきて、で、まあ、2017年の9月に、まあ、今の嫁と出会ってるんですけども、2017年の9月に今の嫁と出会って、2018年の9月に、まあ、入籍をして、まあ、今があったりとかして、で、ちょうど今年、今月でここのお店もね、1周年パーティーやったりとかするんですけれども、なんかこの3年間ぐらいでもすごい目まぐるしい変化がたくさんあったりとかして、でもやっぱその一つ一つもね、なんていうのかね、その、やっぱりその根底を掘り返すと、やっぱりそのお世話になった方がいてくださったからっていうところもすごくあって。で、まあ、その方が、まあ、ちょいちょいその言ってたことがあって、ギターの先生、ベースの先生、ドラム先生みたいな感じで、まあ、いろんな講師がいたわけなんですけども、まあ、ゆくゆくはね、そのね、ギター教室とかね、音楽教室自体をその盛り上げていって、そのそれぞれのみんなが、そのちゃんとこうね、音楽で生活できるような形になればいいみたいな話をね、たまに夢っぽく、その語ってくれてたんですよ。で、まあね、僕もその、言葉があったからってわけじゃないけどね、やっぱその頑張りたいなっていう思いがあって、うん、やっぱいろんな媒体とかに手を出して、それがうまく功を奏して、今の生活があったりとかするんですが、その方がいらっしゃったから今の夢が叶えられたわけで、でもなんかどっかでね、そのなんだろうな、その反抗期じゃないけども、なんかその人とね、こうね、あんまりこう喧嘩したわけじゃなくて、なんかこうあんまりこう話せなくなってきた時期みたいなのがあったんですよね。特に最後の方、別にその仲が悪いとかなんかバチバチしたわけではないんですけれども、なんかこう自然とこの話しすぎてなんか話のネタがなくて、なんかちょっとこう沈黙が気まずかったりとか。なんかこう気を使って話をしてしまったりとか、なんかそういうのがあって、うん、なんか本当はね、いろいろこの言わなきゃいけないこととか、うん、たくさんあったはずなんですけども、まあ、その感謝の言葉だったりとか、お世話になったこととか、本当はちょっとね、いろいろこうしでかして謝らなきゃいけないこととかもたくさんあったわけなんですけど、でもそういうのをね、めんどくさいからとか、向き合いたくないからって感じに、ね、こういろいろこうすっぽかしてたら、まあ、そんな感じになってしまい、うん、まあびっくり、もう想定外っていう方なんですけども、びっくり想定外、何もかもがびっくり想定外っていう方だったわけなんですけども、でも本当にそこからね、得られるその教訓というか、その皆さんにやっぱり伝えたいこととしてはね、本当にもう普遍的な話ですけども、なんかね、人っていうのはそのいつでも会えるってわけでもないからね、なんかこの日が最後になったら、とはちょっとね、大げさだけどさ、でも本当悔いのないように、なんかありがとうって言いたいときは、なんか、なんだろうな、その恥ずかしいとか、なんかこう意地になったりとかせずに、ありがとうはありがとうで伝えた方がいいなと思うし、うん、なんか謝らなきゃいけないときはやっぱ早めに謝った方がいいし、なんかそれをね、先延ばしにしてさ、その、まあ、最悪亡くなっちゃったりとかさ、もしくはその、ね、転勤になってその海外行っちゃったとか、その遠い都道府県に行っちゃったとか、
ちょっと環境が変わって、会うタイミングが全くなくなっちゃったなんていう時もね、全然あったりとかするから、まあ、そういった時はね、その後悔しないように思うことはちゃんと伝えていってほしいなと、そういう言葉、普遍的ですけども、よく聞く言葉ですけども、でもそれは本当によく言われるといい、僕もそれはすごく、思うところですね。で、まあ、なんかこの話のまとまりどころがなくなってきてしまいましたけども、まあ、そんなことがいろいろあったこの数年間、でしたし、4月10日というのはまあそういう感じの日だったということです。まあ、なんだろうな。なんかそれ、また本当、だらだら喋ってただけ全然まとまりがないな。まあ、いっか。まあ、こんな話をね、その来年の4月10日も、再来年の4月10日も、ずっと4月10日が来るたびに、なんかこんな話をするかと思います。それが動画だったりとか、ツイッターだったり、ブログだったりとか、なんかのイベントだったりとかね、たまたま誰かと会った時だったりするかもしれないですけども、いろんな形があるかもわからないですが、まあ、4月10日が来るたびに、まあ、そんな話をね、何とかでしていこうかなと思います。そんな感じ。はい。非常にまとまりがない感じになりましたが、最初に言ってたその10代の方々とか中高生の方とかが、大人になって、なんだろう、大人になる楽しみを、持っていただきたいと思うわけなんですよ。いろいろあるぜ、本当に。まあね、細かいところはね、ブログとかね、ツイッターとかに実はね、もうバシバシとね、前に書いてしまったからね、細かいところに関しては、その辺を、読んでみてくださいませ。2年前の4月10日は、もうすごい暖かくて、で、なんかこう、3月の後半とかがね、すごい寒かったからさ、その桜が全然咲かなくて、で、2日後ぐらいにね、すげえめっちゃ満開になってたんですよ。で、4月の12、13かな、まあ、お通夜とお葬式の時に、うちらアフタービートの面々がね、もうでっかい車に乗って、その斎場の方まで行って、なんかこう、いろいろと場を仕切ったりとかしたんですけども、なんかそこに向かう道中が、もうすごい景色良くて、もういわゆるその快晴で、で、桜もすごい満開で、で、斎場の方にも、もうすごい300人だか400人だか詰めかけて、もうお坊さんが、5人ぐらいずっとこうね、特会控えでお坊さんがね、唱えてくれてたんですけども、お坊さんが途中で、もう声出ませんって言って、もうちょっとお坊さんいなくて大丈夫ですかって最上の人に言われるぐらい、もうずっと3列の方が、耐えなくて、何時前だろうな、1時ぐらいから始まったのかな、けどでも終わったのが本当は8時とか9時とかもそのぐらいで、もう僕らアフタービートのね、そのスタッフの面々、講師面々とね、その最初の仕切りとかやらせてもらったんですけども、もうそれフェスだねっつって。こんな人数来るともうちょっとしたフェスだよね、これっつって。なんかもうすごいびっくりしたの覚えてますね。最初の方も、ね、こんなに来たのはなかなか見たことないですよ、だって。でもお坊さんが声出たいって結構相当っすよね。そんなのがあったりとかしましたね。まあ、それと打って変わってね、今年はもう寒くて、ちょっと桜も散り始めな感じですけれども、来年の4月10日は、どんな景色なのか、ちょっとすでに楽しみなところではあります。まあね、また来年もね、この1年間、4月10日に向けてですね、バリバリと頑張っていこうかなと思うので、皆さんもぜひバリバリ頑張っていただければという感じです。若い方々は、大人になるといろんな楽しいことが待ってますので、ぜひともそれを楽しみにしていただけますと幸いです。それではまとまりのない話で本当にだらだらと雑談をするだけになりましたけれども、そんな感じで終わりにさせていただこうかなと思います。これからも、バリバリ頑張りましょう。それではさよなら、バハハに結果が落ちた。じゃあねー。